皆さんこんにちは、サニーボーイです。今回はシネマ 4DR17 ですが、ここにですね、メインメニューにプラグインの横にパイプラインというのがあります。これはパイプラインとは違って、ここをクリックしますとフーディーニエンジンというのがあります。で、今ここにゲットフーディーニインストーラーという、私の場合はインストーラー入っていますので、まあ、こういう状態で、もし入ってないとここだけハイライトされます。あとはグレーアウトしてるはずですが、従いましてこれをインストーラーをクリックしますと、ネットにすぐつながり、そこで、このインストーラーがダウンロードし始めます。そしてそれをダウンロードすれば良いわけですが、このエンジンとなっていますから、これはプラグインと違って、その何と言いますか、フディーニのアセットと言いますか、フディーニでできるそういったいろんなパーティクルだとかいろんなことができますですね。それをシネマ 4D でエンジンとして使うということができるということで、そのためにこのフディーニエンジンからこのアセットをロードすればそういうことができるわけですけれども、じゃあアセットどこから得るかというと、この Get Asset from All Vault というところをクリックしますと、こういったものが出ます。でこれはシネマ 4D で使えるような、まあ、無料ですね、フリーのものがいろいろあります。でこれを使うわけですけれども、まあ、その前にですね、このシネマ 4D でインストールしてもすぐ使えないということは、このフディにエンジンをダウンロードしてソフトとして使える状態にする必要があります。それはですね、それのためにはフディニのこのサイド FX というホームページですけれども、ここにダウンロードフォーフリーというのがありますが、こういうのをクリックすればダウンロードできるわけですけれども、そこでダウンロードフーディーニ、その前にですね、どういうものがダウンロードできるかです。これはお試しのフリーのダウンロードですけれども、実はフーディーニにはいくつかありまして、それは、例えばプロダクトをクリックしてみますと、フーディーニそのもの、フディーニエンジンというのがありますですね。そしてここにフディーニエンジンインディフリーというのがありますので、これをダウンロードすると良いかと思います。その他にはエディケーションなどもあります。アプレンティスと言いますと、これは何て言うんですかね、この見習いするというような意味があるかと思いますが、そこでこのフディーニエンジンインディフリーというのを、このちょっと見てみますと、ここで199ドルアニュアルですが、1年間ですか、まあ、使うんですが、これでエンジンの場合インディというのがありますので、これを Buy Houdini インディか Get Free Houdini Engine インディと、これをクリックしてダウンロードできます。そうしますとメールアドレスを教えますと、それに今度はメールが来てですね、パスワードがついてきますので、そこでダウンロードした後、それをライセンスを有効にするということになります。で、これはですね、今、フディーニのソフト、アプレンティスエディションという、まあ、ノンコマーシャルということで、非商用。ここでいろんな操作、ものを作ってですね、シネマ 4D で使えるようなものをやることができるかと思いますが、やったことありませんから分かりませんけれども、これを実際に使えるようにするためにですね、少しややこしかったので、ちょっとお示ししておきますが、すべてのアプリ、開いてこのサイドエフェクトソフトウェアの中の下の方にですね、こちらですかね、これはおそらくエンジンの方だと思いますが、このライセンスアドミニストレーター、これをクリックしますと、こういったライセンスアドミニストレーターというウィンドウが出ますが、ここにですね、もう一つのウィンドウ、これはいろんな、まあもうすでにライセンス取ってありますけれども、ファイルインストールライセンスで、ここで先ほど言いました送られてきたパスワードを入れて、もちろんメールアドレスがここに入ります。そしてログインしますと、まあ、使えるようになるということですね、まあ、このようなことをやっておけば、シネマ 4D で今度はですね、パイプラインをクリックしてフディーニエンジンをやりますと、このように、いくつかの項目がハイライトされます。そして今度はロードアセットということで、先ほどのネットで紹介したいろんなこのアセットがフリーでダウンロードしましたので、例えばいろんなのがありますですね、フラクチャー、こういうのを開いてみましょうか。で
このようにフディーニのエンジンが現れますが、オレンジ色の場合はまあすぐそのまま使えないと。でここであのベーシックコーディネートアセットとありますので、アセットを開きますとたくさんパラメータが現れます。そこの中でオブジェクトとフラクチャーですね、粉砕するそういったオブジェクトを選びましょうということで、この場合はシネマ 4D のプリミティブオブジェクト、例えばキューブを選びますが、これは一辺が1で分化されていませんけれども、これをクリックし、キューブをここに空欄に入れて離しますと緑色に変わります。そしてもう少し上からこれを落としてみますか。今ちょっとこうやってやりますと何かビューポートで影が映りますが、これはおそらくですね、こちらを非表示にしますと、あの元のキューブは消えますが、フラクチャーするこちらのオブジェクトは残ったままになります。そして、これが何かこうプレインがあるといいんですけれども、多分このままでプレイしますとボンと崩れるということですね。もともとはどんな粉砕の仕方してあるかというと、これを表示方法を変えますとこんなような、でこの粉砕、それから下のグラウンドに衝突する状態というのもいろいろパラメータがあります。ここにコリジョンというのがありますので、何かあの衝突する物体を置いても良いかと思います。あとはですね、そうですね、フィジカル、濃さ、強、まあ、マスの状態、バウンスの状態、フリクションの状態と、例えばバウンスをすごく高くしていますとかなり遠くまで飛びます。それからフリクションも大きくすると今度は逆に滑りがかかって、一旦落下したものはそれほど滑らないと、まあ、これも少しまた元に戻しておきましょうか。それらしく見えるようになりますが、コリジョンを置いた場合またこの同じようにフリクションダイナミクスというのがありますし、あとそうですね、いろんな、まあ、セッティングを変えることができると、フラクチャーの数はですね、今これナンバーオブピーシーズとなっていますが、20、まあ、倍ぐらいにしますとどうでしょう。もう一回元に戻すとちょっと遅くなりますが、52ピースになりますとこのようになります。他にもですねいろいろありますが、例えば別のところで取ってきたアセットがあります。それはですねロードアセット、例えばフーディーニ、ボクセルなどもありますね。それからビスコスフルイド、ちょっとこの液体状のもの、これを持っていきましょう。これはちょっとデリートしましょうか。あともう一回やり直しますね。プラグパイプライン、ロードアセット、そしてフルイド、ここですね、このようなものが現れましたが、これはグラウンドオブジェクトに相当する台のようなものがここにあります。そこでこれは最初からグリーンになってます。今ここをクリックしますとアセットの中にエミッター1、2、3いくつかエミッターを使うことができます。それがコリジョンオブジェクトも使うことができますということで、エミッターを何でもいいからキューブにしましょうか。もう少しこれを複製して、もう一個せっかくいくつか使いますので、キューブのまず1というものをこう2に入れて、コリジョンオブジェクトも何かあれですかね、これちょっと上の方に、もうすでにちょっとこうドロッとした感じになってます。そこで、スフェア、これをですね、もうちょっと大きくしますか。あ、このキューブそれぞれ2つ分けましょうか。少しこちらへって大きくして、これもコリジョンオブジェクトにするといいですね。そのためにこのスフェアをコリジョン、ここに置いておきます。あとこれ一体パラメータの色は何でしょうか。ビスコシティですか、粘度ですね、あのドロドロ感、こちらは2000になってこちら1になってますね。こっち1万、いくつかまあ
違っているっていうのは分かりますが、色で、まあ、変えてみるということでしょうか。まずこれでやってみましょう。これを元に戻してプレイしましょうか。そうするとだんだん、落ちてきますですね、この液体が。表示もディスプレイ、ガラードシェーディングだけにしましょうか。だんだん落ちてきます。少しやっぱり、この濃さが違うような気がします。こうしておそらくこれがコリジョン、衝突オブジェクトなので跳ねるかと思いますが、あ、そうですね、こうなりました。ちょっとこちらの方がピシャッという感じで水が跳ねた感じします。こちらも少しドロッとした感じと言いましょうか。多分この台もコリジョンの状態かと思うんですが、そうですね、やはり床に落ちた時にピシャッと跳ねると、これは水、水分同士が混ざってしまったというような状況でしょうか。このようになりましたですね。面白いですね。で、これでちょっと止めてみましょう。実際にレンダリング、何もない状態でレンダリングします。これを例えば水のようなものにする、見えるように、プレセットからビジュアライズ、マテリアル、リクイドっていうのがあります。ウォーター、あとオリーブオイルなんてどうでしょうか。これを、あ、両方ともあれですね、同じ色になりましたので、オブジェクト、今このスフェア、これを、あ、スフェアはいいか、これはコリジョンでしたから、こちらのキューブの元のオブジェクトを非表示にしようと思います。そうですね、そうしたら、これをレンダリングしましょう。まずこちらの一般レンダリングですね。そして、そうですね、このプラグインでグレースケールゴリラさんの HDR、 これを、まあ、バックグラウンドフロアオフにしておいて、そうしましたらちょっとこう HDR の反射が見えていますけれども、このような状態でレンダリングされます。ということで、フーディーニの要するに特徴的なパーティクルだとか、水、フルイド、あるいはコリジョンといったような機能を、このエンジンとしてシネマ 4D にアセットをインポートしてですね、これの設定をいくつか、まあ、シネマ 4D 側で変えることによって、いろんな条件を変化させて、こういったものを作ることができるというのが、このパイプラインフーディーニエンジンというものですが、ちょっとまだ使い始めたばかりで、このフーディーニおそらくかなり前からあったと思うんですが、この気がついてはいたんですけど、ほとんどこう使うことがなくて、今この間やっとこれをインストールしたばかりなんですけれども、フーディーニの方のソフトを使いこなせばもっといろんなことができるかと思いますが、フーディーニって面白いですね。もともと20世紀の変わり目の頃に生きた、まあ、マジシャンといいますか、イリュージョニストといいますか、自分の体を鎖で縛ったりして、どっか箱の中に入っては、その短い時間でパッとそのチェーンを外して出てくるとか、あるいは水の中にそういった状態で沈められたのが、いつの間にかこうすぐに地上に上がってくるというようなことをいくつかやって、かなり有名になった人ですけれども、まあ、そういった名前が使われたこの 3D 総合ソフトで以前からまあ知られているフーディーニ、その機能をシネマ 4D でも使える。これはシネマ 4D だけじゃなくて、マヤだとかいろんな他のですね、それこそアニメーションのソフト、アンリアルだとかユニティでも使えるということですね。またもう少し勉強しましたら別の動画を作ってみようかと思います。どうもありがとうございました。